ビー、もうそれ以上逃げられないぞ。けー、恐ろしい。その地震はどこから来るんだろうね。まったく。レゲエ、もう行ってやって、行ってやって。ドクターワイリーは天才科学者、お前なんかに中途半端ない。うるさい、これでも食らえ、アトミックファイヤー。おーすー、かわいい私のペットを焼き鳥にしようとしたな。もう許さん。さあ来いロックマン。っていうのは真っ黒な嘘。ヘリに乗ってお別れするぞ。あ、さらばロックマン、バイバイ。ラッシュ、一歩遅かった、うん、ごめんなさい。ワン、いいよ、ワイリーは逃がしたけど、ワイリーが送り込んできたロボット軍団はやっつけたからね。そうだね。おっ、さあ帰ろう、研究所へ。ライト博士とロールが心配しているからね。あん。臨時ニュースです。先ほど遊園地を破壊しようとしていたロボットが出現しましたが、またもロックマンの活躍で遊園地は無事守られたということです。うわー、すごい。やっぱりロックマンはかっこいいよな。ねえ、ロックマンはロールちゃんのお兄さんみたいな人なんでしょ。ええ、そうよ。いいなあ、僕もロックマンみたいなお兄さんがいたらな。ここにいたら会えるんだよね。うん、うわー、会えたよね。私のことロックマンに紹介してね。いいわよ。ずるいな、僕が先だよ。僕だよ。何言ってんの、私よ。僕だよ。いつもそうじゃないか。私だってば。僕だ。僕が先。絶対私よ。何言ってんだよ、僕が先だって言ってんだろ。どうかだよね。えらく賑やかだな、ライト博士。何を言っておったのかな。誰がロックマンに一番初めに紹介してもらえるかって。誰が一番でもいいだろう。じゃあ必ず紹介してもらえます。ああ、もちろんだ。君たちはロールの友達だからね。ただし今日はもう遅い。そろそろ家に帰らなきゃ。お母さんが心配してるよ。はい。またロールと遊んでやっておくれ。はい。明日も来てくれる？明日はダメだよ。遠足に行くんだ。遠足？そう、学校のみんなで遊びに行くのよ。私も行きたいな。ロールは行けないよ。それは分かってるわ、学校に行ってないんだから。おい、ロール。けど、つまんないな。ロールちゃん、明後日は遊びに来るからね。うん、バイバイ。ああ、さよなら。ねえ、私は学校に行けないの？友達もみんな言ってるのよ。けどな、私がロボットだからいけないのね。そうでしょ。ロール、ロールは学校に行かなくてもここで勉強できるじゃないか。友達と一緒に勉強したいわ。いや、しかし私もみんなと一緒に勉強したいわ。それに遠足や運動会や学芸会もみんなとやりたい。ああ、わかったわかった。なんとか学校に頼んでみよう。無理なんでしょう、そんなこと。ロール、ロール。ただいま。あ、ロック、よくやってくれたね。はい。それよりロール、どうかしたんですか？泣いていましたけど。学校に行きたいって言い出してね。学校に？そう、ロールも言っておったんだが、あの子の友達はみんな言ってるからね。そうですか。ちょっとロールを見てきます。うん、頼んだよ。ロール、まだ泣いてるのかい？ロック、あんまり博士を困らせちゃいけないよ。だって私学校に行きたいんだって。うん、学校なんか行かなくてもロールには友達がたくさんいるじゃないか。けど遠足には行けないわ。遠足か。学校でのことみんなが話すと
私だけついていけないのよ。そうか。ロール、博士が学校には何とか頼んでみるって言ってるから、そう泣かないで。でもダメなものはダメでしょ。そんなことわからないよ。きっと無理なんだわ、ロール。ラッシュ、顔舐めないでよ。すぐったいってば、ラッシュったら。笑顔が一番。わロールちゃんには涙は似合わない。ラッシュも私のこと心配してくれてるのね。けど一番心配しているのは博士だよ。うん。さあ一緒に博士のところへ行こう。はい。